ダイオネクス社 X-3000、イオンクロマトグラフィーシステムイオンクロマトグラフの一例。左から、ギサンアニオン、アショウ酸アニオン、グルタル酸、アニオン、リン酸アニオン、アジドアニオン、ショウアニオン、モリブデン酸、アニオン、ヒサンシオアニオン。イオンクロマトグラフィーは、イオンや極性分子のような電化を持つ分子を分離する、クロマトグラフィーである。大きなタンパク質。 小さな核酸、そしてアミノ酸などを含むほとんどの電化分子でこの方法を使うことができ、タンパク質の洗浄、水の分析、品質の調整などに使われている。イオンクロマトグラフィーは、等電点が異なるタンパク質を分離するのに最も適切なクロマトグラフィーである。イオンクロマトグラフィーには、非イオンクロマトグラフィーと影イオンクロマトグラフィーの2種類がある。 非イオンクロマトグラフィーは固定症を非イオン交換器、移動症を干渉液とする。この時、低い pH でイオンを結合させた後、干渉液の pH を徐々に上げていき、溶出させる。すると酸性物質から先に溶出され、後に塩基性物質が溶出される。影ンクロマトグラフィーは固定症を影ン交換器、移動症を干渉液とする。 この時、高い pH でイオンを結合させた後、干渉液の pH を徐々に下げていき、溶出させる。すると、塩基性物質から先に溶出され、後に酸性物質が溶出される。機器の構成は、ポンプ部、インジェクション部、カラム部、検出部からなり、サプレッサー方式の4クロマトグラフでは、カラムと検出器の間に、サプレッサーが配置される。 検出器には主に電気伝導度検出器が用いられるが、影4分析の場合には、急行度検出器を用いることもある。また、一部の毒性物質などの測定に、ポストカラム誘導体化、急行度検出法を利用する場合もある。ありがとうございます。